何者かによって作り、武田軍はかなり押され、北上をしてくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村は前線で頑張っているうちに頼んだよ。大きな誕生、敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもふんふんするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信之たち気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まれば、敵はここで雪村を失うわけにはいかない。共存。お待ちかね、疾風弾。何を考えているのか分からないでしょう。強い力を持ち、忠実な部下がいる。あの調子じゃ新風車以外はついていない。対抗勢力が現れた以上、ここにいるのは危険だ。引くしかないか。しかし、核の目論み通り。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？やはりそっちから来るか。福兵部隊、出番だ。親方様の読み通り。みんな、完全の敵を打ち破り突破せよ。宿敵、共に闘争の美酒に言わぬ。敵将ダボーキが虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。必殺上野戦客。まだ遊んでやる。嘘、こんなに強いなんて。兵は破った。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたか。なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの再度結束侮りっぱなし。これ将来的に勝ち目がありそうな。伏兵もやっつけたか。じゃあ総攻撃と参ろうか。闘志を燃やさん。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角度、これはどういうことです。悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。角度、角度、角の野郎、裏切りではあったか。こりゃ他の連中を助けねえとまずい。我らの武を示す時だ。はい。敵将馬房騎が弟よ。どこへ行くのかの。もしかしてケマリカのマロも行くの。さあ異世界の地獄一緒に楽しみましょう。信長様、申し訳ございません。俺は過分か。こっちに来た以上、あんたらのため精いっぱい働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。あの人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だ。一体どこ行ったんだろうな。急ぎ雪村を救わねば。
乱世を終わらせん。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。さすがです。あなたならばと思っておりました。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎ。戦うぞ。はい、はい、はい。たとえ異界であろうと私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいな。信長様のためここは通せません。修羅と化し止めてみせます。もはやこれまで。聞かせていただきます。神を極め。あなたは。私はペルセウス。ヤツの持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている。自由なき力に従えるはずもない。よいぞ竜、この信長にその怒りを、力をぶつけよ。これが腕輪の力か。わかりました。今は引くしかないな。私が行こう。打撲機参上。必殺竜の接客。あの者、世の事情を知る。いつか吐かせてみせよう。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かった。よし、成功したな。皆の前でシャミを引き、そして感じた集いし面々の声なき叫びを、うねる情熱を、魂と魂がぶつかり合ういい舞台だった。混沌たる自分以外は皆敵の形式で試合をした。結局神は英傑まで頂点を目指す勇者さ。訓練とて他をしのごうという殺気が混じる。みんなで新作の家系を試してきたんだ。意外な案がうまくいったりして興味深かったぞ。何回か飛び火しかけたが、いい勉強会だったな。